いやまあ本当にマリリンはもうもう底ない底なしやな。天才です。ああ天才です本当に、うん、いいよ。いつ何がどう覚えるかやな。トークバックも分かれんやろ。トークバックこの間間違えまして、そのオンとオフスイッチでこう切り替えるみたいな、で生放送でね、うん、でオフにしてて、でトークバックっていう向こうのディレクターさんと喋るボタンがまた別にあるわけですよ。でそれでディレクターさんから喋りかけられたので、その返事をしたやつがオンだったんですよ。だから曲が流れてる間に、うん、そう違う言った言葉全部それあの音声として載ってしまったっていう。スタッフさんの会話が曲中に、例えばどんな言葉で、ヤノパンさんがずっとオフをこうね、あかん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 って押してるけど、私がずっとオンを押したまま喋り続けて、それを焦らせてしまうみたいな。何だったかな、なんか言われて、運動神経いいんだからなんとかでしょみたいなことやったから、運動神経悪いんだよって言ったのが全部オン。曲中に、はい、やってますね。チャゲヤスさんの曲の間にやってますね本当に。いやだからまあそういうのはな、もうなんていうかマリリンのな特技みたいなもんやな。いやしました。怒りに誰か気あるんちゃうやろかとか思いながら、誰ももうだからあのマリリンのこと全部分かり出したらもう誰も怒らないよね。別にだってわざとやってるわけじゃないです、うん、真剣に読めないときは読めないし、はい、すごいですね。いやいやもうすごいですよ。もう長い付き合いですけどね。それで普通は呆れてもあんなあかんなと思うんですけどね、思わないっていう。ペケちゃんもそうでしょ。いや私本当に羨ましいって思います。ああの読めなか、私も読めないタイプなんですけど、うん、読めなかったらもう本当に確実に怒られますから、うん、まあまあまあ、まあね、アナウンサーかと、お前もそうやで、お前も放送に出てる以上やな。あそうですね、確かに。そやろ、確かに言ってる、はい、別番組でニュースもいつも読んでるんですよ、ね、読んだあるやな、はい、読みます。でまあ漢字もな、そらでも漢字が読めないっていうのって、まあ俺らでもそうやもん。そんなこの年いってから漢字読めないんだったらもう恥ずかしいで、うんうん、でもまあ恥ずかしくないと思えるようになったのお前のおかげや。、まあ、世の中にはもっと知らない人がいるんだ、そうそうそう。一番ね、あの油乗ってる時やんか、いくつや知らんけど、よもう40前やろ、36やろ、はい、もうこんなん絶対普通の大人やんか、はい、大人が読まれへんことって、いや子供が読まれへん、字も読まれへんわ、ね、はいはい、あまあもちろんそうやけども、はい、まあいいお年でしっかりした大人ですからね、うん、そうやな、はい、それは嬉しいよね、ここまで読まれなかったら。さっきでもあの、うん、マネージャーの浮さんにあの、うん、なんか糸は読めるって言って、糸は読めるわって言って怒ってました、ね、本当おかしいでしょ、はい、糸も読めないんでしょって言ってけど、糸は読めますよっていやでもどこまで読めるか読めないかがね、あれ。そうですね。あそれとちょっとあの今日、まあ、その前もって言っときますけども、はい、あのなんていうかラジオドラマをね、あの何人か送っていただいたんですけど、ありがとうございます。足にも棒にもかからないんでやめます。一生懸命作ってくださったんですけどね。そうあれをこれマジでやったらもう不細工でしゃあないんでね、やめとこうということになりましたんで、そこは了解していただいて、なんかそのなんていうかタイトル与えて、こんなんはどうなんていうコント風にやるんならいいんですけど、ちょっとした、マジで書いてるとサブなるんでね、はい、そうですね、もうちょっとやめときます。ちょっと恥ずかしくなるぐらいの恋愛ドラマですね。あなるほど、みんな、ね、本気に関わったやろな、あの人ら、うん、ごめんなさいね、あの言っといて、そう自分が言ったやろ、ペケちゃんがやりたい。そうですよ。そうよ。そうよ。なんなら自分で書いてくればいいじゃん。あ、そうか。いや。しかもえ、そうかって飲み込めんの、まあ、ね、これ。いやでもそれはね、いけると思うわ。いやだから、でこいつが書いたとペケちゃんが書いたというんで、そうですね、バカにもできるしね。はい。それもできますし。うん、それできる。ペケコのラジオドラマで、ね、できるで。笑ってる。な、西畑さんが笑ってる。頑張れってほら。笑ってこれ頑張れって。いや。それでそのオンエア乗る時にはもう絶対にねバカにしないでやるけども、言うたらペケコが書いたんやっていうネタわかるわな。うん、わかりました。はい、お前書いてる。考えます。あ、いや考えな、来週書いてる。来週書いてきます。あんまり長くせんといてね。もちろん途中でもう、あかんっていうことなん、ね、あんまりあんな超大したことやめてね、なんか、うん、ある程度短めで、あでもほら2週間あるから、来週 B 面だから、はい、8月6日にどうするの。ペケコがもうそこの中に出んのか、もう出ないでずっと本格に徹するのか。いやもう私は出ずに、俺とそれマリリンと、いや出ないよそれは。だって演技上手。俺とマリリンとそのお前誰やった、金賞手マンドです。マンドとで行くいうのはどうやのな。
いやでもやっぱそこはもう三谷幸喜さんと一緒でもうご出演もされて書く形がいいですね。なるほど。北野武さんです。あ北野武さん、もう言ってるやん。三谷幸喜で十分やん。いいじゃん。しかもあの合わせるようにちょっとずれてるやつ言うのやめて。あんまり北野武さん出てこないじゃん今の流れで。北野武はラジオ、はい、ラジオドラマじゃないじゃん。ああ、そういうことですね。はい、一応あの意味があって言ったからさ、俺もこういうこと言うんだけど。三谷さんは。そうそう。それでなんとなくあの雰囲気でさ、北野武さんっていうさ。しかも頭の中で私北野誠さん出てたんですよ。で、どういうこと。大丈夫何なの。大丈夫で口で、ね、はちゃんとたけしさんって言えました。でも本当は北野誠さんを想像しながら言ってたでしょ。誠は名古屋にもう住んでんねん。そうですよ ね、はい、そうですよねって関係ないじゃん。名古屋の帯やってますからね。北野誠さんって何書くの。それどう。いや全然意味が分からない。すごいですよ、天才ですよ本当に。ほんまに。いや天才言うからおかしいんじゃない。いやそうですよ。でもあんねたけしさんの名前出されたたけしさんが恥ずかしいわ。そうですね、僕が滑ったみたいな。そうですね、そんな偉大だと思って、はい。それじゃあの一つ、はい、一つ宿題は来週、はい、ちゃんと出てる、ちゃんと出てる、わかりました、はい、うん、どういうので書くの。どういうの、例えば恋愛なのか、それとも事件もんなのか。ちょっとそこはなんかの OL、うん、題材にした感じにする。社会関係のちょっとメッセージ性のあるような。おすごい大丈夫。まだペン一文字も走らせてない状況でそんなメッセージ性とか言って大丈夫なの。社会 MBS ヤングタウン大丈夫かな。B 面の後ですね、次の週に、ね、まあ本当に、ね、そうですね、ラジオドラマができてくるということで自分で言いましたんでね、うん、一つよろしくお願いします。社会風刺ね、風刺が効いたやつでしょ。ちょっと考えます、まあ、一生懸命考えますって。なんだろう、私笑福亭鶴瓶と金笑亭万堂と田口真理と藤林敦子でお送りします。今夜は生放送です。野球中継のため35分押しで始まりましたということで、この後勝ちましたからね。そうなんです、うん、よかったです。午前0時5分までお付き合いいただくんですけれども、皆さんからのメールお待ちしております。アドレスやんたんアットマーク mbs1179.com ヤンタンアットマーク mbs1179.com ツイッターでも皆さんからのコメントお待ちしています。ハッシュタグヤンニチ、カタカナでヤン、漢字で日でつぶやいてください。ではこの後午前0時5分までお付き合い。マリリン、明日何時から。明日もう3時半に起きます。さすがですよ、素晴らしい。本当頑張りますロケですね、はい、よろしくお願いします。すごいな。まあ、金賞手万堂というね、はい、言うてる CM が、もうあの取り直させていただきました、はい、イーソさんに、あーそう、はい、OK もらいまして、はい、ありがとうございます。今日もあれやな、あの言うたら伊勢でたくさんの人が集まった伊勢の、はい、広めをさせていただきました。あの、はい、一応全国ツアー初日ということで、もう午前中はうちの師匠好楽も含めてあの一門であの人力車乗っておねり、下空三道さんおねりさせていただいて、で伊勢師匠と一緒にこう、まあ、挨拶して、それは誰が決まったの。それは誰が決めたの。伊勢でやろういうのは僕です。ああ、ほんで伊勢の人と誰か知り合い、はい、まあ、伊勢は結構ズブズブなので僕が、はい、ズブズブ、はい、ズブズブという言い方、自分でズブズブも言わないですよね。いやだからあの15年前に伊勢さんとズブズブ。いやすみません、嫌な笑い方してんな俺、品がないな。15年前に伊勢に初めて行かせていただいて、うんうん、でそこからこうだんだんと仲良くさせていただいて、まあ、宮司さんだったり猿田彦さんだったり、まあ、どんどん、いやいや、またなんかお前それ利用できないの、そのそういうそのなんて、まあ、一番利用するのは自分の名前をね、はい、まあ、継いだということが利用なんですけど、そうじゃなく違うことで、いやだからうちのだから弟子のラッコーがその隣で今日移動した時に、何者なんだよあんた本当に、どういうつながりでこんなことになるんですか本当に。普通の落語家じゃないでしょこんなの、こんなだって裏を返せ本当もう詐欺みたいなこともなりますよって言われて、お前言い過ぎだぞって。詐欺みたい、それはないけど詐欺みたいで、はい、そこまでね、その町上げてやってくれる。いやいや、もう本当にもう会館の前にもバーンって金賞でマンドとかバンをしていただいて、師匠さんから何からで、それは別にそのあのなんていうか、まあ、その垂れ幕は自分が金出してやってるわけじゃなくもう全部作っていただいて、いやすごいな、全部やっていただいて、本当にもう感謝の気持ちでいっぱいです。いやいや、ほんまかいなそれ。いやでももう正直だから最初集客難しいかなと思ってたんですけど、結構もうしっかり何人入って、大体いやなんで1300のキャパでしたけど、いやもう満杯になって、結構もう本当に思った以上に、で当日券も相当そのおねりの効果もあって結構あの売れまして、おかげさまで。いやだからそれはほんまにすごいよな。いやまあまあ
そのなんていうの、それまあ結果的には全部 OK にうまくいってるわけやんか、うん、なんかでもいや師匠なんかずっと疑う感じしやめてください。そのいや結果的に全部うまいこと言ってんねんけども、まあ、でも何やのなそれはというか、だからこそ僕がもう一段階上に行って伊勢の皆さんにあいつをねこう広めやってよかったと思ってもらえるよ。まあまあそれはねそれはそうやろうけどもね、はい、まあでも師匠ももう喜んで、でも絶対にお前ほんだらもう武道館満杯やで、いやもう満杯にしないともうダメですよ、これはしないとでもできるわそれ、もう全国各地からもうバスで、はい来てもらわないといけないので、すごいな。それは東京の方もね。でも僕は計画してるんですよ。大阪とかからもバスツアーで、うん、司会が矢野パンさんで、うん、こうなんかもう全部こうやる。いやもうそれは、はい、そんなことはもうええねんけど、はいはいはい、それが全部終わった後にどこに発展するかよ、ね。そうですね、うん。やっぱもう一段階武道館で成功させて、うん、全国も全部満杯にして、さあここからですよ。全国何満杯が言えてないんですか僕、はい、満杯です、はい、満杯です、満杯にして、それでもうそこからはやっぱもう一段階上に行かなきゃいけない、もうそのもう一段階上っていうのがどこなのかを果たしてね、俺らそんな全然でけへんわそんなことは、まず本当にね、じゃあまあ武道館っていうか、まあ、別に武道館やろうとは思えへんけども、それもできんし、なんやそういうなんてないで、そうはだってもうずっと立ったことありますよね武道館、いやそれはあのあれやんか、武道館はあのパペポと、うん、パペポ2回と、キラキラアフロ1回ですよね、うんうん、いやこれもう師匠はもう別次元ですから、いや別次元、森の宮ピロティをあれだけの期間をやられたり、いやいや それをしかも僕みたいに真打ちだって言って今日だけ花火みたいなのじゃなくて毎年毎年やられる、いや褒め合いはやめとく、いやいやこれはそんなん全然いやでもあのいやいやただでもそんな俺ものすごく気遣いやからほんまは、はい、ね、なんかされたらものすごく気遣うのさ、だから誰かにしてもうたり何かしてもうたらほんまそれそう思わんでもええんだけど、この間なんかな、はい、うちの近くのね松島屋へってめっちゃ流行ってるあの甘党の店があんねん、はい、いろいろ売ってあるわけや、はい、その、はい、言うたらおはぎとかやね、はい、そ、うん、でもうそれ買いに行ったらもうないねんやんか、はい、で12時頃やってんけどもう売り切れてんねん完全に、で誰か一人お客さんがいたって、はい、ね、でいたってあほんだもう売り切れてるからいいわ思って一かけたらその人走ってきはって、うん、それでこれ食べてくださいよあったよ、はい、お宅こうたはるでしょと、うん、そのもういらないですと、いやとにかく食べてくださいこれ、はい、私とこまた近くにね家近いので私また買いに行きますから、言うから、はい、どこなのって言ったら武蔵小山屋で40分ぐらいかかる、結構ありますね、はい、わかりますよ、いや俺とこ家そこやと、はい、でももうこれいらないって言うてんねんけども、いやもうだからそこまで言わはるとな、うん、もう悪いやんか断んの、だからその水羊羹もらって家へ持って帰ったんですけどね、はい、これが気使うねそれが、もうこの水羊羹でなんかほんでそんな近くになんかケーキかなんか売ってないかな思ってケーキこうやって渡そうかなと思うぐらいの気使いやから、ね、マジやで俺大体ほんまになんかされんのってあかんねん、わかるやろマリニョ、うんうん、そういうのやねん、なんかされっぱなしだとね、いや嫌 やねんね、だからいやだからよそから送ってくるとなんか送り返しやねん、うん、送り返さりするねん、ずっとやられてますもんね、もうすんねんな、はい、だからもうまあ失礼な話やけどもういらないね、うん、そういうの言ってますもんね師匠は、まあ、確かにいらないと、うん、でそれでもまあどこの人かもわからへん、昔武蔵小山だけやから、うんうん、もう今気になってしゃあないのそれ、うん、お前全然気にならへんの、全く気にならないですね、うわそこが違うな、もうもうくれるもんは全部もらいますし、はい、すごい潔いですね、いやそこが、うん、いや俺何も嫌み言うてない、そこがすごいのよ、うん、いやそうですね、本当に欲しいです何でも食ってもらえるのは本当に、気づいたら誰もいなくなるっていうことはないですか、気づいたら、はい、なんでやねん、めっちゃ寂しいやつみたいな、いやなんかもらいすぎてかお返しとか、そのだからもうそれしちゃった、だってさ向こうは送ることで、いやこいつ考えがもうこの方が正解やねん、これはほんまに、そうですか、お前の方が正解で、芸人としてはね、はいはい、いやこれ別に改めてラジオで説教してるわけじゃないけど、俺はそれはあかんねん絶対、だからなんていうの、その講演会とか作れとかって昔言われたけど、嫌、はいはい、やとそんな、はい、でファンクラブにでもいらないって言ってずっとか、いやもう全然言ってないやそんな、僕はだからちょっとすぐ甘えちゃう、お前ファンクラブあんねん、ファンクラブとかもう全部、はいじゃああなたは北海道の講演会会長で、佐藤さんはとか、はい博多は、はい堤さんねって言って
でもうあの空港まで送ってもらって、で佐藤さんでちょっとあそこ行きたいんだけどとか甘えて、いいよいいよなんて言って、でよくないなと思ったらうちの両親までその佐藤さんに甘え始めて、北海道旅行の時に勝手にいい人ね佐藤さんはってうちの母親も言ってて、そうなんだ、フェイスブックで繋がったりとかするんですけど、まあちょっと僕はやっぱそうですね、あの甘え、あだから福岡こっちの方が感じ、ちょっと待ってんな、何やのお前、何見てんの。いやなんかすごいなと思って、おひねりの。おひねりじゃない、おねりね。ごめん、あれみんなおひねりくれる人じゃないから。あれおねりね。今出てんねん、これ。おひねりって言わないで、あれおねりだから。人力車乗って金もらってるわけじゃないから。ねえ。いやもうそれ。そうなってくると繋がっちゃうから何でもくれるものはって違うから、おねりだから。おねりとおひねりだいぶ違うからね。何か言うてあげて、これ言わないと分からへん。人力車で。違うな、まあ、何が映ってんのか、ラジオ聞いてる人間に言うたらないと。人力車に乗って、三遊亭好楽さんの隣に萬堂さんが座ってて、うん、引いてもらってて、たくさんの伊勢のところにたくさんの人が集まってるのか、はい、手振ってるところですね。いやー、ものすごい人やろ。で、人力車の人、この人がもう、4台これはあの、伊勢の人力車のですね。この人はお金はどうしたの。いやもうそんなないです。殿やん。もういやだから殿込みおかしい。殿やんって。殿やん。もうあの俺これされるとこの人らにお金ね、いやあかんのよ。でもあのまあね、言うたらおねりしてもらうねんから、それじゃあ祝儀渡さなあかんとかっていうの、まあ渡しますよ、僕らやってもんだら。お前はそういうのは一切ないです。だからこれが向こうはだってね、あのそれはそれでほら楽しかっただろうし。楽しかっただろうし。いやいや、でも誰かが払ったはんやろ。まあもちろん多分あのその韓国協会とか、それから伊勢市も皆さんバックアップしてくださってます。いやこれ嫌味言うてんじゃん、はい、これがすごいな。すごいすごい。これをね、何とも思わない神経がすごいな。そこはすみません、そうですね、本当にあのいつの日かそういう心がなくなりまして、もういつもはもう全然、はい、いやだから俺ら、はい、もうマジよこれ、うん、俺らがあかんのよ。そのあでも俺は言いますよ。俺は例えばうち家族とかにもう去年のメロンとかスイカとかとすごく届くんですよ、一般に行くとか。全部それは子供たちに、はい俺言って何々さんメロンをくれて本当にありがとうございますっていう子供動画撮って送ります。それはじゃあ、いやそれはさすな、はい、子供にさすな。だからそれはやめて。おいしいスイカでした、ありがとうございます。最低悪い子供関係あるでも子供たちも喜ぶから耳だよね。子供だってメロンとスイカで食べれたら嬉しい。いやいやそういうことよ。俺もそれとそこはもう聞きたくないわ。いやもう子供らは言わすな。でもそうそう、だから子供の露出は僕はしませんから。絶対いやそういうことやな。 SNS 負けせんし、ね、よくね子供で、まあそれも一つの考えですけど、僕はそういうのしませんから。その代わり物をくれる方は本当にありがとうございます。子供に言わすのやろ。あの子供のところに届いた時ですね。子供のところだから家族のところに届いた時には自分に届いたものはあの自分で俺あの電話でも手紙はちょっと書けないので、手紙は字がちょっと苦手なのであのお電話で。いやいやもうそれはもう変なとこ続いてしまったわな。甘え上手なんですね。まあでもそうちょっとだからもう福岡だったら福岡の住みさん家に絶対泊まってるし、全部もう全部やってくれる。全部やってくれるんで。すごいカメラなしでそういう。俺絶対人の家よ泊まらんわ。こ泊まりそうやろ俺割と。なんぼでも泊まりそうや。絶対家よ。もう絶対よ泊まらんし。しかもでもお仕事で家族に乾杯されて、僕らプライベート家族に乾杯。いやいや家族に乾杯は別に泊まってないね。ああまあそうですね。あれやんか、あれ泊まるねってやめるわ。昔あったやんか、もう終わったから言うけど、あの田舎に泊まろうよ。ああはいはいはい。花から決めて泊まりに行っとるからね、泊めてくれるかどうかわからんとこ泊まろうって、はいはい、あんな番組あかんやん。ほんまに泊めてくれるかどうかわからんねんで、そやろって。人の家にね、自分のいやそう泊まるねんと泊まるよ、でもその自分の匂いを残すのも悪いやんか、そんな布団にとかその風呂とか。うん、そうですね、はい。僕は結構すみません、もう本当にだからそのつみさんちの誰よりも遅く起きちゃったりもすることもあるし、でもワインは送りますよ、お中元とお歳暮もそれだけワインは送ってますけど、はい。すみません、 MBS ヤングタウン意味がわからん。いやみんなが止まっちゃったからね、みんなが止まっちゃったからね。すごいよ、ありがとうございます。考えがすごいよ。全然まだどしどしお待ちしてます、ね。そんなすごいなと思うわ、ほんまに、その辺がすごいなと思う、まあちょっと景気づけにあの褒めことけなし。あ、わかりました、はい、頑張ります。こういうのもね、この人の特技ですからね。麦わら帽子。麦わら帽子っていいですよね、すごく。はい、ちょっと待って、はい、それ多いな。
麦わら帽子っていいですよね。それはもう決め台詞じゃないですか、うん、もう定型です。全然全然大丈夫ですよね。麦わら帽子、麦わら帽子っていいですよね。こう夏なんかね、こうね、麦大きな麦わら帽子を着てるね、あの白いワンピースの女の子なんか、やっぱあれがワンポイントのアクセスでね、すごいアクセントがすごくいいですよね本当に。でこうね、夏なんかでも涼しいから、やっぱ麦わら帽子の毛なし、大体あんまりなんかあんま似合ってない子かぶってるよね、あの麦わら帽子ってね。大体、ね、なんでお前がかぶるんだよみたいな、サイズ感違うだろうみたいなね。あとワンピースの影響かなんかしないけど、子供がいっぱい頼んでてね、そうそう、意外と高かったりするからね、あんまり良くないんですよね。送りバント、送りバントっていいですよね。もうそれこそね、本当にあるなに、ちょっとしたあの本当影の立役者、2番打者なんかね、河合がバントの河合なんて言いますけど、すごくバッとやってね、それでうまくこう走っていきますから、あれは本当に野球の要だ。なし、うん、地味ですよね。だからなんか結局だって憧れてないんだから、結果的にあれをやんなきゃいけなくなった存在であって、別にあのやっぱり本当は打ちたいんだから、みんなね。そうで、大体これ下手な人いるでしょ、なんかお化け屋敷、お化け屋敷っていいですよね。本当にあのやっぱね、夏の風物詩なんかね、もうね、キャーなんて言ってね、もうキャー怖いなんとか言ってね、すごいあのなんかもう女の子とデートでくっついてかれちゃって、しいや、あの大体そのお化け屋敷なんてこっちの方がビビっちゃうから、結局モテなくなるから、こっちがね、なんかこっちおおとかやったら、向こうが、なんかそんなビビんないでよとか言われてね、結局デートでうまくいかなかったし。バーベキュー、バーベキューっていいですよね。本当にあのこう肉をね焼いてね、すごいこうね、あの何、みんなでね食べようなんてことで、こうね、こうなんかトウモロコシも焼いちゃう、なんか野菜もじゃあ端っこにとか言って、みんなでわけは焼いてやるから、けなし、めんどくさいですよね、マジで本当に。でも俺焼き方で性格が出るから、で焼かないやつとか言って、なんかなんでこいつだけなんか食べる専門みたいな、俺食べる専門だから、いやお前の勝手に決めんだろ、お前ただ謝罪会見、謝罪会見って素晴らしいですよね本当にね。あの謝罪会見はね、本当にこう本当に申し訳ありませんでしたって言ってね、でやっぱりちゃんと誠意を見せるという意味でね、ちゃんと90度になりして、本当にちゃんとやっぱり、あの絶対思ってないですよね、大体謝罪会見で謝るやつね、全然気持ち入ってない、全然気持ち入ってないで、本当ただ謝ればいいんでしょみたいな顔してね、本当はね全然顔笑ってなかったね、もうずっとなんかね悲しい顔しなんかしてなかった。恋愛バラエティ、恋愛バラエティっていいですよね、もう最高だって、もう何、もう男女の、あえこことここが付き合っちゃうのみたいな、でもそこうまくいかないのかって、もうハラハラドキドキしててね、し、うん、大体なんかもう仕込みっぽくて嫌だね、なんかね、あのなんかね意外とね、なんかね素人と思ってる、タレントだったじゃねえかみたいな、全然素人じゃねえか、なんだ結局ちょっとかじってるやつが、なんだ芝居できんじゃねえかこいつ、新婚さん、新婚さんっていいですよね本当にね、おめでたい気持ちで、はぁみたいな、もうね、もう全然もうそんな仲良くないんですとか言いながら、もうそっからこうもね仲いいモードがすごい出てね、あれ最高ですよね本当に。あのどうせそんなのすぐ終わるからね本当にね、最初だけ結局人間が出るから、本当に最終的に人間同士出るから、本当に悪くない、悪くない、これはあのそういうものだから、ルルルルってね、ルルルルちょっと北の国からが、北の国からが出ちゃった、北の国ルルルルってね、北の国からが出ちゃった、もう言葉出えかった、ルル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 歌い始めたすいません、ちょっとごめんなさい、ルルルルじゃなかったんですけど、すいません、ルルルルって言ってない、すごいな、ほんまに、いや、違う、これはあくまでも僕の心の中じゃないって、ね、はい、そうなんです、ね、好楽師匠の愛を見ましたってね、はい、オセロ平和世代さんですよね、はい、ありがとうございます。万堂さん17日のアップされた好楽師匠の愛の YouTube を見ましたと、はい、10日間の両国寄せで疲労困憊のしていた万堂さんが講座に上げればさすがピシッとなりますよねと、うん、万堂さんですが講座に上がればピシッとなりますよね、はいはい、ピシッとなります、亀戸梅屋敷の市民の皆さんはあったかい人が多いですね、はいはい、町です、噂の、町です書いてあるでしょね、でこれでなんかけな次けなし言いそう、いや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 、町ですよね、町ですよねと、噂のブティック、M ストーリーズは初めて見ましたが、はいはい、気さくなスタッフさんはまた味があっていいですね。これをどこで見たんですか、 これ YouTube に今ずっと広めを上げてまして、はい、うん、でもとにかくうちの師匠の優しさが毎回こう溢れ、あのさっき実はペケちゃんにもあげたんですけど、キオレオピンっていうなんかニンニクのね、あのカプセルを一個一個その空のカプセルに液体を入れて作るんですよ。はい、もうそれで、知ってますよ、はい、あれを師匠が全部やってくれて、やってくれてで、はい、お前今日は疲れてるから初粒だよって言って、でさらにお湯をお茶湯で飲みなさいって言って、で熱っつって、あごめん熱かったかって、じゃあちょっと待ってて、ふっふっふっって冷ましてくれて、はいこれでもう一回冷めたからっつって、もうね、好楽のお兄さんお前ボロボロにしてない、いやボロボロしてないですよ、いやでも優しいんです、いやわかるよ、マジやもん、はい、
でもちょっといい加減なところもやっぱあって、いやそこがええねん、はい、どこがええかね。 今日だってひどかったですよ。今日あの伊勢うどんのお店予約してて、そこになんかこうメニュー表にチャーハンって書いてあって、うん、お前チャーハン2つ頼めって言われて、ですいませんチャーハンはあー今日やってないんですって店員さんに言われて、でその後にじゃあカツカレーカツカレー2つ頼めって言われて、あじゃあカツカレーですいません伊勢の名物食べた方がいいですよ、伊勢うどんにしてくださいって言って、なんか僕怒られて、うん、怒られてパッとしようみたいな、もうこうやって顔下げてなんか自分は関係ないみたいな顔して、いや塩がカツカレーを頼めって言ったんじゃないかって、僕誰かみんなに裏切られたって話全然話わからん。ちょっとおしゃべりがあまり得意じゃないんですが、ね、メニューにあの人がカツカレーと書いて頼めって言うのってわかるよ、はいはいはい、お前言われたその通り言うてんねやろ。そうですそうです、その前に何頼め言われた、チャーハン、チャーハンやろ、はい、書いてあったの、書いてあった、書いてあったんですよ、書いてあったの、はい、なんで向こうチャーハンくれへんねん。だからそれはおかしいなと思って、僕は何も悪くないのになんか結果的に僕がすぐ怒られたっていう話でも全然あの高楽さんは適当じゃないですね。適当に書いてあんねんから、お前がチャーハンっていつもよう言うてるやんけ、うん、だからそれで頼まそうと思ってんねんやろけども、あ全然そう考えたら師匠の愛でしたねいやもうすいません師匠、失礼しました、師匠の愛を気づかず。鶴瓶さんあのメッセージが来ておりまして、はい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 、万堂師匠への謝罪ということで、はいはいはい、鶴瓶師匠皆さんこんばんは、こんばんは、僕は東京で芸人をやっている抜群の西尾と言います。ああ西尾やな、西尾と、マジやん西尾やん、日にちが経ってしまいましたが今日は万堂師匠に謝りたくメールしました、うん、西尾やな、西尾さんです、僕たち抜群は鶴瓶師匠も出演された万堂師匠の両国での10日間の襲名披露公演の7日目に出演させてもらいました、その日出会った時から万堂師匠はずっとそわそわしていました。どうしたん、今日ずっとそわそわしているやんと聞くと、万堂師匠が僕にこう言ったんです。10日間のチケットを発売してこの7日目が全くチケットが売れなかったんです。今日さえ乗り切れば他の日はチケットは売れてるんで一安心なんです。まあ客席見たらそれなりに埋まってますし、あのチケットが売れなかったことを考えたら御の字ですよと、それを聞いた僕はすごく申し訳ない気持ちになりました。そんなこと言ってないです、そんなこと言ってないです、西尾さん、西尾によそんなこと言ってもうて、本人に言ったら本当にリーダーもいたから、ちょっと本当に他の日は、いやそんなことです、本当にそれは、いや西尾さん、西尾さん本当にそれはあのね、はい、西尾がこのねヤンタンに出してくるのはよっぽどのことがあったら、松田さんはいつもヤンタンを聞いていただいてるんです、でも、はい、他の日はチケットが売れているのに、僕たち抜群が出ている日はチケットが全く売れていないなんて、全くじゃないんです、僕たちの芸歴33年は何だったんだ万堂師匠のおめでたい日に人を呼ぶことさえできないなんて、やってた33年なんて何の意味もない。何言うた、本当に恥ずかしい芸人だと。言ってないですし、もうちょっと本当にやめてください。万堂師匠の大切な襲名披露公演なのに、そんなに迷惑をかけていたなんて。西尾もそんな言わんでて。万堂師匠本当にすみませんでした。いや違います。いやいや西尾そんな言わんで、まあ俺も腹なんか。いや違う違う違う師匠待ってください、もう誤解です本当に。こんな言うたんやろ、こんなかけてけえやないかこんなもん。もしかしたらちょっと疲れててなんか誤解を招くような発言があったか、でもすごくいい回でしてなのかめは本当に、あの最後にあのリーダー渡辺正行さんも出てくださったんですけど、もうリーダーまで泣いちゃって、うちの人も泣いてみたいな、もう出てきた子も泣いてみたいな、すっごいいい回だったんで本当に、あの西尾さんなんで泣いたんや、感動して、何の感動や、なんかみんながこうなんだろう関係を、なんかなんでなんか感動の理由は、リーダーはなんか僕の講座を、鳥の講座をあのうちの師匠がずっと見てくれたみたいな、うん、でそれでなんかもう感動したみたいなこと、西尾はなんで泣いてん、西尾さんも泣いてないです、はい、西尾さんも泣いてない、すいません、ちょっとリーダーが泣かない、リーダーが泣いてない、いや本当にあの7日目もほとんど盛り上がりましたんで、ありがとうございます西尾さん、もうちょっと本当勘弁してください本当に、いや勘弁、はい、西尾何かあったら言うてこい俺に、はい、いやでもすごいんですよ、あの西尾さんも坂田さんも、まあ、一周聞いてくださってましたこのヤンタンを、えあほんまかい、はい、そうなんです、いやだからええやんか、西尾何かあったらもういつでも、もう西尾のコーナー作るよ、いやいやちょっとまずいですと本当に西尾のコーナーえそうやんか、西尾が万堂に言いたいことのコーナーや、いや違う、昔こんなことあってなとかね、西尾さんはそれもギリギリのところ攻めてくるからダメなんですって本当に、西尾さんも本当にもうちょっと
すごい方なんです西尾さんは。本当にすごい方なんで、やっぱちゃんと悪いとこをちゃんと。昔だから西尾と一緒にあの花見しましたよね。ああそうですね、はい、覚えてるか。覚えてますよ。西尾さんがあの段ボールはあったかいって情報を鶴瓶師匠に言って、はい、どっからそんな情報仕入れてんねんみたいなの、はい、めっちゃな寒い時やってん、そのまだあの桜も咲いてなかったん、はいはい、でも花見しようってみんなで酒飲んでたら寒いなって、西尾があの段ボールがいい言うて、はい、段ボールはあったかいって僕初めて。お前なんでこんなん知ってんねん、はい、段ボールの温かみを感じました。あいつあれで寝てるんちゃうかな。いやでも面白い先輩ですから本当大好きなお世話になってる、いやでもお前その言うたあの褒めことけなしみたいな、いや褒めことけなしはまずです、本当にちょっとまずい、いやまずい、褒めことけなしみたいな感じやんけ。いやそんなことないです、もうそれはもう本当尊敬します。バツゴさんは本当に優しいですし、ちょっとメールはやめてください。あ、師匠のメールが届いたんで僕も読んでもよろしいでございますでしょうか。で、なんで読んでもよろしいございますか。だいぶなんか動揺がすごいですね。動揺しておりまして失礼します。いい顔してきます。尼崎市のラジオネームオセロヘア世代さん、はい、ね、鶴瓶さん、坂東さん、マリニンさん、ペケちゃん、こんばんは。こんばんは。たくさんの CM 出演されている鶴瓶さんですが、スシロー以外にモンスターストライクの CM をよく見るようになりました。食わないで、怖いよモンスト、お祭りやねんから編では鶴瓶さんが夏祭りを楽しむ青年を目の前に瞬間移動し必要にモンストを進めるシーンでありますが、モンストより鶴瓶さんの方が怖いです。鶴瓶さんに至近距離に迫られている役者さんはマジで怖がってるように見えますよ。鶴瓶さんとの絡みはないですが、共演されているオズワルドの伊藤さんもええ味出してますね、ということで。すごい見ますよねあの CM。 すごく見ます。ああそう、知らんわ。いや俺実際見てないね。あ、そうです。あのまあだからこういうなんやでって言ってウキには見せてもらうけど、 YouTube の CM なんかでもよく、ね、あ、そう、はい、そっちかな。もうスシローもね、うん、スシローもよう流れて、スシローめっちゃ見ますね。うん、なあキューちゃんも、キューちゃんもすごい、ずっと CM がこれだけ途切れないのはほんと素晴らしいなと思いますね。本当に何回も言うとったわ。いやそうですか。一本くれ。いやほんまね、だって常になんかアップデートされていくとか、新しいやつが出るじゃないですか CM。 あ、そう、はい、かと思ったら一個長いですもんね、うん、その麦茶であっても、うん、そう、うん、まあ、麦茶はね25年ですからね、うん、イベントもありましたもんね、はい、うん、マリリスさん改めてご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。結婚して大きく変わったと実感するベスト3は何ですか、と。平方のたまらんじさん。変わった名前ですよね。一、ね、ね、つが名前ですね。慣れないですね全く。何から何になったんですか。あ、初公表だよ。言っちゃうんです。ああ、言うたらあかんね。いや全然、はいはい、あれですけども、はい、いやいや、ほんでその二つ目は、二つ目でも何にも変わんないんですよね。あとは生活的にも。いやでもさっき聞いてたらな、あの早寝なあかんから言うんで、今日なんか夜中の3時に起きなあかんのに、3時半に、はい、ご主人が電話かかってきて、ま、マリちゃん起きや言うてね。そういう夜中に起きなきゃいけないとか、まあロケだと結構早いんで、うん、3時起きとか3時半とかあるんですけど。で隣の寝てる時はどないなんだよ、隣に寝てる時。あ、でもあの私って絶対に仕事の前お風呂入りたいんですよ、半身浴をしたいんですけど、絶対お風呂沸かしてくれてたりとか。それはもう結構新婚さんやからか。いやもうずっと付き合ってるとこから、ずっとですね、もうとにかく優しいんです。お風呂沸かしてくれて、だから起こす前にもうお風呂沸かしてくれてて、マリちゃんお風呂沸いたよって、入っておいでって言われますね。すごいですね。すごいやな。すごいですよ。いや本当に優しい。なんなら起こさないようにそっと起きて、まあ起きないんですけどね私は全然。そのそっとしてくれてるのも多分気づいてないんですけど、でお風呂を沸かして、沸かして、あ、もうそろそろ入るかなと思って起きてって、はい、起きてしてくれる。出ていくまで起きてるんですか、ね、あ、もう駅までちゃんと送ってくれる。優しい。いやいや、そう当たり前思ったらあかんで、お前も。はい、分かってます。当たり前じゃないからな。当たり前じゃないからな。だんだんお前こいつ出てきたんちゃうか。なんでですか、やめてくださいよ。なんでですか。いやもうでもあ、ね、いやすごいなそれは。優しい。だから優しいと、まあもうそういうの見つけや。まあ本当に羨ましいです。料理とか、料理とか。料理も全部。料理もまあ向こうも知ってくれますし。なんかこの前担々麺作ってくれたって言ってて、まあいいな。担々麺なんてなかなか作れないよ。ラーメンじゃないよ、担々麺だよ。担々麺って言ってました。担々麺って言ってました。で行ったこと覚えてないの？覚えてないですけど。
今日お昼担々麺あの作ってくれたやつ食べたからお腹いっぱいやねん。いや恥ずかしい。おのろけですか。いやのろけてないですよ全然。はい、マリリンご結婚おめでとうございます。ありがとうございます、ね。チャム&ミルさんからいただいておりますよね。マリリンファンの私にとってはショックです。お相手の方はどんな方ですか。今まあお聞きになった方ですよね。話せる範囲で今も話せる範囲ですね。素敵な男性なんでしょうか。素敵な方ですよね。もしかしてゴリゴリ系でしょうか。いやいやいや違うんですね。本当に私が男、うん、向こうが女性なぐらいのパワーバランス、パワーバランス、パワーバランス、違う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 、パワーバランスじゃないと全然似てしまいました。性格、性格です。8人違う違う、パワーバランス、性格的にね。はい、ああ、はい、もう京都離れられたのですか。同居の私にとっては寂しい限り。京都は、京都は京都で、京都ですね。ニュースになってまして、だから LINE のトップニュースになってましたよ。LINE ニュース、ヤフーニュースになってました。なってました。してくださって、僕の知り合いの新井ちゃんっていう友達も、うん、見たよみたいな、あのこの間司会だった田口さん結婚したんだみたいなことを連絡来て、新井ちゃん、新井ちゃんのあのウエンツの動画、俺が大好きな新井ちゃんですよね。一回ご飯も行かせてもらった新井ちゃん、はいはい、よく出てますね。結婚のニュースはネットにも上がってました。さすがマリリンですね。ちょっと気になったのサンスポの掲載していた17年前のこれ見た見た、これ超面白い、これスクショしちゃったもん、これ面白いから。17年前の写真が出てたんですよ。こんな写真載せんの。これ面白いね。いやこれね、しかも絶妙に多分みんなそう突っ込みづらかったんですよ、その、うん、この写真何って。唯一幼馴染、本当ちっちゃい時から一緒の幼馴染だけが、うん、これひどいなっていう、うん、写真が送られてきました。これはちょっとね、みんな絶妙に、いやでも笑わそうと思ってんねん。朝の2006年撮影って書いてありますもん。これでもヤンタンの時です、多分。あ、うん、そう、だからそんなんこれに載せるねえ。サンスポね。いやでもなんだそう、絶妙にだからそう、本当は若いし。あともう一個なんかのニュースで、これマリ行ってきたのが顔全部モザイクされてたんですよ。私の顔が。でニュースは私のその結婚したあのニュースだったんですけど、写真がなぜかモザイクやって、いやいやなんかした人みたいやんっていう写真のパターンもあったりとか。でもお前な、この時より今のは綺麗わ。いや、もう嬉しい。この時より、これもう幼すぎるやんか。子供ですもん。まあ、子供やんか。いや、実際、いや、ちょっと計算。いくつやったんこれは。2006年ですか?2000何年前の ?2006 年。ねえ。だから、17年前。うん、独自な数え方してる、ま、17年前ですね。いやもう言うたねん。まるで答えが出てない。出てます、出てます。いやもうこの写真はだ一般の人は見れるんですか。これ見れると思います。これも、はい、あのまだあの年齢出てないです。その時の年齢出てます、出てます、出てます。何倍やの。19歳なんで、ちょっとヤンタン入った時です。遅いな、入った時ですね。9入ってるからもうなかなか計算できへんかったよな。すごいな。いやでもほんまにすごいな。ですね、でも、うん、今回は特に、あ、そう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 、中西正夫さんとのコンビの特番やってたんですか。あ、うん、私、はいはい、明日ですね。明日中西正夫のえらいすんまへんの生放送ですね、はい、そうなんです。明日ね、はい、夜8時から、ね、はい、そうなんです。夜8時から生放送1時間、はい、特番。ペケちゃんに恋人候補を勧めするというやつですか。ですマッチングアツコっていうコーナーがあるらしくて。やってますね。マッチングアツコ、マジな、マジでやるわけ。いや多分その私に会う人はどういうなのかっていうのを、うん、あのメールでお寄せいただいて、そっから中西さんが確かにあの藤林はこういうところあるからなみたいなところをこう精査していって、こういう人がいいんじゃないのっていう理想をね、言うみたいな、はい、テレビ、ラジオです。ラジオ、あ、はい、そうラジオです。マッチングアツコ、見つかったらマッチングアツコ、マッチングアツコ、いいですね、いいですね。でもいやいや日常でこう今日またもうずっとね、日まああのこの1週間で、え、あの人ええやんっていう人はいてなかったの。いてなかったですね、この1週間はなかったですね。あ、うん、はい、いませんでしたね。考えました。先週も同じ質問で言ったでしょ、されたんで一生懸命考えた結果いませんでした、うん、なかなか出会わなかった、出会いもなかった。街歩いてる時あの人かっこいい、西畑も入れてですよ。
じゃあ西畑さんが一番いいんちゃいますか。今週のベスト、今週のベスト、じゃあ西畑が、ね、じゃあは大変、じゃあはひどいよ、ごめん、じゃあってごめんなさい、西畑やね今んとこ。西畑さんかな、ね、これ一目惚れはないんだもんね。ないですね、うん、もう一目惚れでえらい目に遭うてるな。そうですね、うん、そうそうそう、一目惚れでえらい目、うん、高校の時は言ってたんだよ。高校の時はもう全員結婚してます、私の知り合い。違うんか、高校の時この人ええなって言う。びっくりした、高校生の時周りの同級生結婚してるのかと思った。漫画みたいな学園だな。人の話聞きや、高校の時はこの人なあ、聞きや、ごめんなさい、なあ、聞きやす、人の話聞きや。ラジオであんまり怒られないですね、なかなか言われないです。うちの人呼ぶだ、人の話聞きや。なあ、すいません。なあ、でも高校の時は一目惚れ。いや、この人ええなという人はいてたの、高校の。あの、付き合ってた彼はいました。おー、この人は1個下 のバスケ部で、1個下と付き合ってたんだ。はい、高校生は珍しいね。はい、あんまり年下の男の子と結婚、ね、付き合ってない。逆に一目惚れしてくれてて、で 5回ぐらい告白してくれて、高1と高2、高2と高1、はあ、いいな。いいな、そういうの好きね。好き、大好き、そういうの。あの、球技大会でバスケの審判をやってて、うんうん、審判やってたよ。あの、それはその彼が、彼がね、バスケ部だった。バスケ部の背高かったんだ、はい、めちゃくちゃ背高かったですね、うん、好きね。今何したん。今は長野で教員してます、もうでも分かってるんですね、今もその人がどうしてるか。ってるバスケのコーチとかやってますね、バスケのコーチ。もう会ったりとかは、もう全くしてないです。結婚してるんですか。結婚してます。可愛いお子さんもいらっしゃる。そこまで知ってんの。はい、あの、インスタグラムはつながってる。なるほどなるほど、じゃあ見てるんだ。今そうやな、はい、何でもやっぱもう、はい、同級生とか出てきますからね、昔の。ああ、同級生なんか出てくる。出てきます、出てきますよ。まあ、こっちも探そうとしてますけど。いや、はい、あかんの、気持ち悪い。気持ち悪い。いや、でもやっぱ、いや、大体そうやで、なんかほんまそんな、こっちもそんな調べてんの。女子アナのもずっと調べてるな。調べてないです、別に。調べてないね。京香さんが何してるかなとかは一応調べますけどね。京香さんって言いなって、山崎さん。今日バイクでね、バイクのロケ行ってたんでね、今日は、はい、すいません。だけど、いや、同級生とかやっぱ、あの子、今頃どうしてんのかなとか気になりません？どなして調べるの、そんなもん。いや、なんか、だから、その同級生のつながってるとこから、これはこう、これだとかね、探して、気持ち悪いね、これね。今喋って分かったわ。気持ち悪いわ。すごいな、でも、20年前に付き合った女の子、この間、だから落語家初めて来てくれたんですよ。そう、もう結婚されてましたけど、うん、それは嬉しいですよね。ほんで？え？です。で、いやそれだけですよ。連絡取ったりとか。いや、連絡取ったっていうか、だから見に来てくれて、なんか同級生と見に来るね、うん、みたいな。なんかお前はその辺がすごい、まあ俺もそんなんあるけどな。幼稚園の同級生と繋がってる。まあまあ多いし、はい、あれやけど、もうでも。まあ、俺はそんなんやんか、そのなんていうの、はい、うちの同級生がずっと続いてるだけ、はいはい、うん、ずっとやで、もうほんまにこの間も5人で終わったけどね。あ、言うてましたよ、先週は教えてもらいましたから、はい、だからいまだにそんなのつながってますよ、うん、で英語もね、やっぱ大事にされてますよね。うん、英語も大事にされてますよ。すごいなと思って、やっぱ、いや、師匠のやっぱ縁は努力だって言葉は僕の中でもやっぱ心に誘ってる言葉ですから。簡単に言わんといて。やっぱ違う、なんか恥ずかしいわ。すいません、ちょっと、ね、恥ずかしい。俺別にな、どっか書いて渡したわけでもないね。いや、でもやっぱ縁は努力だって言葉、うん、いい言葉ですよ、うん、僕の周りもみんな使ってますもん。やっぱ師匠のいつまで。いや、だからその努力というか、そのさ、まあ、さっきも言ったように、そのつながりはやっぱ大事じゃないな。だから何かしてもらって何かするとか、そういうのはね、お前何かしてもらっても何かせえへんやろ。いや、違う、それ俺の電話入れます。うん、まあ、確かに俺の電話はいただきました。本当、はい、あ、そうそうそう、確かに。あの、そうです。何の電話入れ。俺の電話の、パーティーに行けなかったので、ほうほう、その、あの、まずなんかね、ちょっと、その行けなかったからって言って、ご祝儀みたいなのもいただいて、うん、まあそれはお礼の電話ですよね。お礼の電話いただきました。ちゃんとしてはります。いや、だから、俺なんか祝儀渡してやで。ね、それで、なんていうの、この間も言うたように、祝儀渡して出演料いらん言ってね。、はい、やってんだけど、俺の電話はないわ。いや、俺の電話しました。違う、俺の電話をしましたよ。
俺はすぐにしました。10時にしたのを覚えてますもん。すごい時間まで覚えてる。はい、10時にしました。だけど、じゃあ、あの師匠がちょっとそれは違うって言ったのは、僕が出演料渡そうと思っていらんでって言われて、ありがとうございましたってスッと下げた。そのもうちょっとやり取り、ラリー制度。それは言った、はい、それは言った。それをね、スウェーデン人が言うよって。スウェーデン人がそう。それがすごい。あのその日本の文化を知らん人間がやで、はい、な、早いよ兄さん。あれが思うかな、もうちょっとやりとりしなきゃダメだよ、まあ、それが日本だよ。マジやでそれ、すっげーバカにしてんですあいつ。おもろいよほんまに、ずっといじってますからね僕ら。なんか日本語うまくなってきたねとか、俺はボコボコだよとか言ってキー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 って笑ってんですあいつ。達者なんですよ、字もうまいし習字習っちゃってて今、僕らずっとうまいですよ字漢字。いやいやだからその頭いいねやろな。そんないいですね、うん、6カ国ぐらいできますし、すごい、6カ国も言えないですけど、いやだからそこも、ね、もうね、お前にそう、俺も大概そのね、はい、滑舌悪いけど、お前みたいな滑舌悪いのがおるから、こっちはしっかりするよね。確かに悪く感じない。話し方同士の会話じゃないですよ、滑舌が悪いって。伝わってない人困るんですから本当。しばりゆからいただいております、はい、マンさん、この度はおめでたい新内新昇進、おめでたいことがさらに一つ、少し前まで、念願の千人と言っていたんですが、万道チャンネルの登録者は、万道バブルに、乗じて、千人どころか1700人、はいはい、だんだん増えて今やっと収益化しまして、あ、まあまあ、収益化って、はい、YouTube が収益化やっとしまして、はい、今なんで見られたらあのお金が入ってくるような状態になりまして、ありがとうございます本当に。またお金、すいません本当にありがとうございます。いやお金じゃないんですけど、お金じゃないよ、お金じゃないけれど、たくさんの方が見ていただいて、これは本当にありがたい限りでございます。ショーもすいません、少しだけちょっと映っていただいて、本当にショーにも、で、俺ちょっとあれちょっとだけあのすいません、ショーちょっとだけ YouTube にあの広めをずっと撮ってたもので、どうしてもこうショーのお姿も少し、いやいや少しだけです、少しだけ、はい、あの本当にお願いします、少しだけですね、はい、ね、ただしこれは一重に、ね、披露パーティーや両国の、広め興行が10日間コツ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 配信してもらって、番頭さんやスタッフのおかげだと思います。はい、ほんとそうです。これからもそんな周りの方々への感謝を忘れることなく、くれぐれもバブルをはじけさせないように。あれは何回ね、もうだんだん減ってくることもあるの。あ、でもよくなんかね、ニュースで本当すごい YouTuber の方がちょっと今減ってるとかいうのはニュースになりますね、やっぱり、うん、減ってたらもうお金入れへんやろ。やっぱなかなか今そのトップ YouTuber たちは大変なんですよね今。なんでやの、あの YouTube ショートが回りすぎてもあんまりお金にならなくて、うんうん、であの普通の何の YouTube ショートっていう、ごめんなさいちょっと前、あの YouTube には TikTok みたいにショートのやつがあるんですよね。でその YouTube ショートは回るんですけど、あま結構回ってもあんまりお金にならないんですよ。1億回行っても100、お金になんないよ、はい、お金になんない、まあ、いやそれで今なんかちょっと見積もりが誤って、見積もり、はいはい、あの YouTube の結構大きな会社とかもあのちょっとこう少し赤字が計上しちゃったりとか、やっぱ今 YouTube 系が今変わってきてるんですよね。だいぶ、すいません、こういう話は上手ですので構わなくてすいません。だけどもあのなんて、でもやっぱ嬉しいですよ、やっぱり収益化して、あ、こう毎日すごいんですよやっぱりね、毎日値段がこうちゃんと掲示されるので。何本ぐらいの。いやそれはまあまあまだまだそんな全然そんな YouTuber さんに向かって比べたらあれですけど、まあちょっとずつちょっとずつコツ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 重ねてまいりました。本当に皆さんのおかげでございます。ぜひ登録お願いいたします。あ、それでみんなそんな言うの、登録よろしく、チャンネル登録、そうです、そうですよ、いいねとかお願いします、ね、高評価を押すとなんかおすすめの動画にどんどん出るんですよね、上がるっていうので。あ、そうなんですか、はい、だからその普通に興味ない人のところにも飛んでいくから、あの TikTok とかと一緒でおすすめに入ると、やっぱそれはアルゴリズムなので、やっぱその辺はやっぱ乗ってる時にこうやっていかないといけないな。アルゴリズム、はい、うん、すいませんちょっと上手で構わなくてすいません、こういう時だけすいません。怖い、意味がわからんな、そのみんな言ってはれんか、登録よろしくお願いしますとか、うん、そんなんな、登録を増やす、いやそんなん言わすような言うような人じゃないでも言うで、あの YouTube やっぱりその、うん、数字がちゃんと出ちゃうのね、その登録者。いや出ちゃうけども、それは全国人がいっぱいおってやで、はい、でだから同じとこにいろんな人がやったはんのかよ、それはいろんな、ここにもやり、ここにもやり、まあまあそうです、あのフォローと一緒ですよね。だからその人らやってる人はお金なくなるやんか。あ、でもあのお金はなんでその払うわけではないので、まあ、YouTube プレミアムっていうのに入ってれば、
それは何毎月その CM をね抜かすようなやつはありますけれども、基本は別にタダで見れますから、それテレビと同じようなコンテンツではありますね、うん、でそれが多くなったらお金が増えていく、再生時間とかあとそのどれだけ CM が見られたかとかで言うとだんだんこうちょっとお金が増えていく。それじゃあ何かやな、はい、一般になんちゃんとしたあの制御についてなかったら飯食うていけんのか、そんな。いやだからやっぱりその YouTube の世界ってのはすごい今若い子でも億万長者がいたりとかするじゃないですか、だからあれはやっぱりその、うん、YouTube、まあ、その分自分の身を削ったり、あとやっぱ編集作業もやっぱ改めて、ね、されてもうずっとやられてる方もで毎日更新してる方とかもいるんで、やっぱりその裏の、まあ、それが仕事やとなったらそうなるわな。そうですね、だからそれもトップで言えばそのヒカキンさんとかもだからちょっとやね、なんか何年かぶり休むとかよくニュースになったりしますけど、ヒカキンは休む、はいね、だからそれぐらいやっぱみんな体を酷使してやられてるんで、やっぱどの仕事もやっぱりお金を稼ぐっていうのは大変なことなんだなって改めて思いましたね。すいませんちょっと すいませんちょっと本当にまだまだ新参者で、はい、すいません、まあ、どうなんやろうそれは、まだまだ、まあ、マンさんね、ホリプロスピードさんの動画何のことですか。あ、これはあのホリプロさんが、新しい部門を作られまして、ホリプロスピードという会社を作りまして、それで地方再生、はいはい、創生とかそういうのをやってまして、うん、で今はあのホリプロと東川というところが、東川町という北海道の東川町が提携をしまして、うん、その YouTube になぜか僕が今旅をさせてもらって、なんで、あ、出てる、元ホリプロなんですけど、すいません、すごい、元ホリプロさんでホリプロのに出られるんですか。はい、ありがとうございます。そこがな、そこがお前すごい、すごいとこですね。お前や、縁は努力は、いや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 、そんなことない俺なんか別にそう、いや、師匠の縁は努力を見習って、僕もまだ縁は俺なんか別に努力です、僕はまだ、はい、まだ、もう本当にまだまだ、でも、でもまあそのおかげであのチャンネル登録お願いします。それも、はい、東川町ホリプロスピードさんもやってますんで、はい、どんなことやってんのそれは。いや、なんでその行ってんの、はい、東川町に旅したん。はい、旅しました。で、この間、で、その、町長ともご挨拶させてもらって、前町長なんですけど、で落語会をやろうということで、今回まず7月のこの間、17日にちょっと独演会を、はい、東川町でやってまいりまして、はい、すごい、はい、ありがとうございます。で今度また広めももしかしたらできるんじゃないかということで、今町長の方も、はい、お前だからお前落語家になってよかったよな。本当にそうですね、お笑いだったらこういう風にはいかなかったです、やっぱり、うん、落語家と町長だったらねまだなんかあれですけど、やっぱおったまげたと町長だとちょっとね、うん、町長があんまりね、はい、そこは本当にあのなんでしょう、もうすごくやっぱいい世界に入れていただいたなと思っております、うん、金になんねんもんな。いや、そういうこと言わないです、お金とかじゃないんです、本当に縁は努力です。もっとあの本当にあの軽々しく、はい、そうです、俺ね、僕らは使うほど軽くなってるんです、たくさんの方を笑顔にしたい。お前それあげるわ、俺の縁は努力もらえるんですか、嬉しい。お前欲しい、え、渡辺くんいいですよ、鶴瓶さんの言葉っていう風に言いたい、万堂の言葉で、いやだ、ちょっとまだ僕には軽いですかね、やっぱね軽いじゃないね、重いですかね、ちょっとせっかく、はい、金賞亭万堂といういかにも、生えそうな名前に注目されたんで、どんなサインなんですか、サインは。いや、僕あのそれなんか縛りが、私コメント式に僕あの書いてる縛りをね、いや、ちょっと金賞亭万堂の自覚が多すぎて、うん、ちょっとめんどくさいんで、あの英語のアニエス・ベンみたいなマンドー系にしたんで、これがちょっと評判悪くてですね、はい、いや、そりゃそうでしょそりゃそうや、もう言うたってな、ちょっとないです、ダメないです、だいたい金賞ってマンドーは漢字やんか、うん、漢字で書かなあかんやんか、なんかマンドー系みたいな、マンドー系ってやらせれ、いや違います、ね、また怒られるまた怒られますよ、本当に。いや、やっぱでも縛りゅうって結構そういうなんか痛いとこついてくるから、毎回なんかお母さんみたいに考えてもらったらどうですか、そういうのありますよ、あのサインを考えてもらうみたいな、どこでなんかそういうサイトがあって、サイン考えますサイト、はい、はい、あ、じゃあお願いしようかな。いや、でも金賞亭万堂は書きにくいやろ。でもそう考えるとやっぱ鶴瓶師匠も漢字多いですよね、まあまあ、うん、そうそうそう、でも別にまあ漢字で鶴瓶と書いてますからね、あ、鶴瓶という字で漢字の場合は、じゃあ万堂でいいかな、万堂でええやんけ、うん、そうですね、うん、いや、ちょっとそうです、これもう今日も伊勢で30枚ぐらい書いちゃったんですけど、このマンドウ、いや、ちょっと違う、うん、MA マンドウ系アニエスベマンドウ系みたいな感じ、うん、まあ、ちょっとみんなでさ、黙るのやめてくれるか今日さ、1時間で俺6回ぐらい黙らしちゃってるからさ、満場一致で多分それないでしたね、そうだね、本当にない時はないっていう言葉出して、うん、ない、ないです、はい、はい、普通に女性陣ひどいよ、ちょっと今日普通に引くじゃん、俺のこと、うん、普通に黙ってんだもん、しかもよかったら、あの声を発していただけたらお願い
まあ一部ラジオでの一番の抵抗は黙るということですね。そうなんですね。ダメなやつですね。ダメなやつですよね。沈黙っていう。こっちも犠牲、自分もね犠牲になりながら、はい、ね、もうこれともう本当に黙ってしもたらね事故になりますからね。はい、その事故を覚悟に。いや事故を覚悟に黙るのやめてください。自爆やんこんなの。お願いします。ちょっとみんなで楽しくおしゃべりしましょう。ええみんなで楽しくおしゃべりしましょう。聞こえてない？みんなで楽しくおしゃべりしましょう。おしゃべりが非常にちょっとあのシャドショーが多いんでね、シーが多いからね。いや黙らないで、そういうのも違う、そう何でもいいから。何でもいい、うん、そうだね、うん、そうだねでいいか。そうだ、うん、滑るかもしれない。たくさんの滑るかもしれないですがね、あ、そうですね、3人ですよね。今何か言わない、そうか、私か、タメ子じゃないんですよね。その前にこのコーナーではマリリンさん、マンドーさん、そして私藤林が今話したい話のタイトルだけを進行表に書いております。そのタイトルだけを見て鶴瓶さんに決めてもらい話を披露していきます。今日はですね、仕事は選ぼう、ほんまにファンなん、こういうところかの3本です。こういうところか、これ私ですが、はいはいはい、この前ですね、無人島にロケに行ってきまして。無人島で、そうなんです、あの四国のあと瀬戸内海かいな。いや、それが和歌山に無人島がありまして、今そのビーチキャンプっていうものがね、もう流行ってるんですよ。そう、あの離島だから、離島までそこあの船で行って、都線で行って、でそこで誰も来ないねんけど、そこでキャンプするわけ。そこでキャンプします。で、何人かの人たちと一緒にキャンプし合ったりとかするっていうのが今若者ですごく流行ってるんですけれども。危なないか、それ。それもあのちゃんとトイレがあるったりとか、その設備が整っているのではあるけれど、まあ、ある程度ちゃんとしっかりしてるあるんですけれども、そのプランの中にサバイバルプランっていうのがあって、トイレも水道も通っていない、あ、本当に誰も来ない1日1組限定のね、区間を貸し切って3、4人以上からっていうので、その無人島で1日過ごすっていうのが若者にすごく人気で、8月なんかもう1日も空いてない予約でいっぱい、なんだ。でそこで私はあのロケをしまして、釣りをしたり、一人で、ああもちろん何人かでみんなで行って、まあ、私が一人でやってるみたいな体ですけれども、あのスタッフたちと一緒に釣りしたりとか、あと何でしょう、テント組んだりとかっていうことをしてたんですけれども、水はあんのかいな。水ないです。だから煮沸して飲むとか、水を作んなきゃ、はい、水も作んなきゃ、持ち込んだりとかも OK なんですよ。持ち込み OK なんですけれども、あの水持ってかなかったらもう煮沸してみたいな。でもそっちは煮沸したの。煮沸してます。私は水を持っていったのにね。でそこで、そのクルーの人たち、その主催者の人たちが、あのここのね無人島、1日サバイバル限定の人たちは酒を持ってくる、音楽をね大声で歌うっていうのもありますし、雀卓を持ってきて1日麻雀をして過ごしたっていう人もいるんですよみたいな。でディレクターが、藤林さん、じゃあ1日何してもいいよって言われたら何したいですかって言ってきたんですよ。でちょっと考えた後に、テレビなの、それは。テレビですね、はいはいはい、そうですね、私は全裸で泳ぎたいですってテレビで言ったんですよ。わ、なるほどね、開放感にあふれ、ありそれができるんでしょうみたいな。だって無人島で1日貸し切りだからみたいな、まあできますけどみたいな感じで、あの言ってて、パッディレクターを見たら、ちょっと他のことにしようかみたいな。他のことは良かった。テレビは出られへんからね、それは。そうです、そうです。ちょっと他のコメントでいただけるかなみたいな。葉っぱいろいろ葉っぱいろいろ昔的ですね。やってくれんかなって言われて、すいませんって言って、でそれまでずっと AD の男の子と女の子がずっと私に話しかけてきてくれてたんですけど、引いちゃって、何にも話しかけ来なくなっちゃって、孤立して無人島で、そう孤立しちゃって、無人島で孤立してでスタッフに後から、私あのコメントまずかったですかねって言ったら、いやラジオでいろいろ許されてるんかもしれないけどテレビはちょっと使えないかなって言われて、あ、こういうところなんかって思ったって いや、いいよ
いやいやいや、ペケコはあれ、それはいいよ、持ち味だもん、それ、うん、持ち味やねん、もうよ、それはもう藤林ちゃんやってみるか、このラジオで、いっぺん裸で、俺も裸で、お前も裸で、どういう状況ですか、それ、無人島で無人島でみんなもう、みんな全裸、みんなで全裸、いやちょっと一人ならいいですけど、で声聞こえ、でこんな、あそうか、一人はあかんねやろ、それみんなで行くねやろ、みんなで行かなきゃいけない、うん、だからあのカットして、私は女子会したいですって言いました、だから自分を殺して。女子会したよ。アナウンサーっぽい。アナウンサーっぽい。そんなもんまあさ、はい、最初にの全裸で言うてしもたらな、はい、何言うたってあかんわ。確かに。そうね。その後はね。女子会したいなって。女子会したいですって手グーにして言いました。そっち使ってくださいって。でほんまにしたん、女子会するの？私はしないですよ。まあ、全裸で泳ぎたいっていう、それをあの満面の笑みで言ったら、ちょっとそれは無理かなって言われてしまって、使えないって。ようそんな言われてるよ、いろんな。結構言われてるんですよ。言われてるな。うん、他は何したいね？他？うん、他は女子会じゃなく、ほんまに別にあのテレビで映ってもいい、だからテレビじゃなかったら。うん、テレビじゃなかったら無人島でやりたいことって言ったらもう全裸で泳ぐか、あとあの、まあはいはい、もう酒を浴びるほど飲む無人島で、無人島で記憶なくなって全裸で泳ぐでしょ、結局そう、いや危ないわっていうのしたいですね。なるほどね、はい、なるほど。ほんまにファンなん？はい、私です、ね、あの昨日ですね、私ドリームズカムトゥルーのライブに行ったんですよ。ドリカムの京セラドームで、うん、あのワンダーランドって4年に1回っていう、うん、そのライブに行ったんですね。でそれ行く前にそれこそ矢野パンさんにめっちゃええでと、うん、そのワンダーランド4年に1回、しかももう名曲ばっかり、うん、もう私とかもその昔に聴いてたような新曲とかじゃなく、うん、もう誰もがこの歌っていう曲をやってくれんやと、うん、でもう4年に1回で絶対にあの美和さん、あの歌ってる吉田美和さんは空を飛ぶんやと、うん、で中半のがもう定番なんやと、空飛んで中半、空飛びながら感動してね、カーカーじゃないです、あのウルウルの方です、ウルウルの方で中張ると、うん、でもうそれもすごいでと、まあ、そういう前情報とかもらいながら、まあ、行ったわけですよ、うん、でそしたらまあ4万5千人ですよ、うん、京セラドームで、うん、でその真ん中にこうね、その舞台みたいなのがあって、でそこからこうバーンと吉田美和さんがバーン出てくるわけですよ、うん、でそしたらもう出てきた瞬間にもう泣いてはったんですよ、で泣いた、もうすでに出てきた瞬間から泣いてて、うわ空飛ぶ前に泣いてるって思いながら、うん、でもそこから空を飛ばはるわけですよ、うん、でもやっぱそれもうるうるするわけですよ、うん、やっぱりそのね4万5千人4年に1回なんで、それでもううるーってしはったのを見ながら、うわ感動するわって最初でまず思って、うんうん、でそっからまもういろんなこう名曲を歌いながら、で途中には大阪ラバー、やっぱ大阪ラバー、いいな、聞きたいな、もうそこでも鳥肌ですよ、もう、うん、うわ大阪でよかったって思うぐらいも鳥肌立って、大阪何やったあの歌、大阪ラバ ー、 あー大阪ラバー、ね、っていう曲やったんですよ。で途中でね、このライブで初めて未来予想図っていう歌で、未来予想図2で愛してるのサイン、これを全部続けて歌うのライブで初めてですってやって、そのメドレーの時にもうこっちももううるうるですよ、うわ感動やと、もうこれは来てよかったってなりながら、まあ感動していろいろね、もうネタバレになるんでそれ以上言わないですけどって言って、まあ感動して、で最後まあ帰りバーって帰るじゃないですか、じゃあみんな同じやっぱ感動を持ってるんで、その電車の中でみんなもうドリカムファンだらけで、もうそういう会話がすごいじゃないですか。で私は一人で最後帰ったんですね、電車で。でそしたらその隣にたまたま立ってた人がその夫婦2人と女性1人っていう3人組やったんですよ。そしたらやっぱこうドリカムの話やから寄りたいじゃないですか、だから聞くわけですよ、どんな感想やろうと思って。 ね、でどの曲良かったみたいな感じで女性同士がね、旦那さんとその女性2人がいて、でいややっぱあの3部作良かったよなって言って、分かるって、いやもちも分かると思いながらこう聞いてたんですよ。でそしたら男の人が、いや俺は一番最初やと、その一番最初のもうあの曲ってグッときたわみたいな、で あれやろってかバーンって出てきはって、やっぱ泣いたはった、もううるっときて、そっからの曲やろって言って、泣いてたんってその男の人が言うんですよ、うん、え泣いてたんって聞いてると思って、いやめっちゃ泣いたはってやんって、こっちはもう心の中でめっちゃ突っ込んでて、ほんでえいやあんた何言うてんのって言って、めっちゃ泣いたはってやんかって言って、え泣いてたか、1曲目何やったって言い出して、いやちょっと待ってよと、で
いやえどういうことみたいな、あんた起きてたみたいな、寝てたみたいな感じで、いやいや思い出したと、あれやんか、あの大阪好きやっていう歌やって言い出して、いやえと思って、でそしたらその奥さんみたいな人が、あんたそれ大阪だばや言うて、でしかもそれ3曲目やっていうなんか漫才みたいなのが始まって、えちょっと待ってと、ほんま寝てたんちゃうと思って、ねもうあんたほんま嫌やって言って、もうあんたと一緒に行きたないねこれやから言うて言うたはって、でそのそこでちょっと一旦会話が途切れたんですけど、そのもう一人の女の方が、いや私でも今回のワンダーランド3回目やけど今回が一番良かったわって言ったら、そのご夫婦がいや私らの5回目やねんけどなって、一番良かったわって言うけど、5回目旦那さんも5回目それでファンって思いながら帰ったっていう話。ちゃんと聞いてない人もいますからね。そうですね、やっぱちゃんと、いや聞いてんだけど、いやわかるよ聞いてんだけど、もうそこまではっきり覚えてないから消えてしまう。いやでも泣いてたのは分かるでしょ絶対。まあ分かるわ。寝てたのかな。寝てた。俺起きてたけどなって言ったはったんです。ほんまにファンなん。いや違う違う、僕まだ喋ってないですから。あ、喋ってる。いやでも僕思いましたよ、確かにおしゃべりうまいなと思って、うん、いいトーンでねちゃんとね、うん、本でっていうのでねやってましたけど。仕事は選ぼう。私なんですけども。分かってるわ。はい、僕金賞でマンドになったのが7月1日なんですけど、うん、あの最初の講座が両国寄せから始まったんですけど、実は両国寄せの前に僕仕事を半年前ぐらいに取ってしまいまして、あのそうです、埼玉県の越谷というところで会を何も考えずに取ってしまって、そこが結果初講座になったんですけど、それどういう講座かって僕もちゃんと聞けばよかったんですけど、あの社会人落語家の人たちのゲストで出まして、なんで他の共演者がですね、腰痛亭古隠居とか、はい、はい、あの悠々亭鶴庵とか、あのそこに金賞亭万堂が入ることになりまして、誰や分からない、はい、そうするとあの僕も社会人落語家みたいになってしまいまして、でさらにあのこれ、はい、これあの木戸線がですね499円というだいぶお手頃でして、僕の初講座499円であの仕事は選ぼうという話です。お前ようこんな、なんで分からへんねん、はい、しかもあの悲しいのが鳥を取らせてもらえなかったんで、はい、はい、なんで、はい、なんか分かんないです、なんかわかんないですって、はい、以上これが初講座になりました、すいません、はい、仕事は選ぼう、以上です、仕事は短い短い話でお送りしました。わかるやろそんなん、はい、仕事はどんな仕事が、ちょっとちゃんと聞いてなくてですね、ちゃんとあの断れや、はい、すいませんでした、すいませんでした、でも金賞デマンドとなった限りやで、はいはいはい、そんな素人ばっかりの中に入ってるやんけそれ、はいはいはい、すいません入ってしまったんです、それはちょっとすいません、本当にあの反省の意味も込めてここに来ました、はい、よう俺の前でそんな言うな、はい、すいません、はいはいはい、すいません、はい、失礼しました、またまたあのすいません、ちょっともうすいません、今日は下げさせてください、本当に、はい、今日はすいません、あの置いてさせていただきます、あのじゃあ2人のうちのどっちかかな、あの、はい、すいません判断を決めていただいて、どうすんのトムさん、いや分かったです、あの俺が責任取る、ちょっとこれは縁は努力だからここで縁を切っちゃまずいから、そんな、はい、いやちょっと、はい、すいません、はい、怒られました、縁は努力とか何べんも言うな、ちょっとすいません、あの二度と縁は努力とか言わず、はい、恥ずかしい、はい、失礼しました、はい、あの、はい、お前いじってるやろ、いじってる、いじってる、縁は努力って、ああもうそれは違う、おかしいよそんなもん、それは誤解です、はい、すいません、あのじゃあもしよろしければ決めていただいて曲に行きましょう、どれか選んでいただいて、あのあじゃあ僕行きましょうか、僕行きましょうか、僕がしよう、これは今選んでみよう、まあ、パサパサしてる、じゃあマンドの選挙、あそれは違う、ごめんなさい、間違えました、間違えました、はいはい、分かったです、失礼しました、マンドが優勝、あいいのありました、ごめんなさい、これはあのペケちゃんごめんね、マリリンさんの今じゃあほんまにファンなんで、では行きましょう、マリンさんの選曲でドリームズカムトゥルーで大阪ラバ、ウニコとラジオからいただいており今来ましたですけどね、はい、先日朝の番組で、藤林さんが今の目標は1億円貯めることとおっしゃってましたあれお金の話だな、あれお金の話1億円貯めること朝の番組で、朝の番組で言ってました言ってたか朝にはいいよ、ね、朝から1億円貯めたいってなかなか言わない、いやさすがですねそう言ってたな、言ってました、1億円貯めたいと、その理由は、うん、一生一人であるっていうことを考えた上でですよ、もしかしたら今後先に再婚がないかもしれない、ダメこの子な
頑張って、まだまだ。たくさんのため息ありがとうございます。ラジオネームフリンコリンズさん、町内のゴミ置き場でゴミ当番のおっさんが通りかかったおばはんに、誰もゴミ捨てに来おれへんがなと言うとった。おばはんも気の毒そうに、そうやな、今日はゴミの日と違うからなと言うとった、はあはあ、ラジオネーム長崎県佐世保市柴流、家の留守電に知らん人の声で、明日は雨が降るそうですと入っとった、はあ、平方市のたまらんちさん、マンションの隣に住む80代の老夫婦が、私ら週3回のペースやねんと自慢そうに言うとった。週3回病院に通っているご夫婦やった。天ヶ崎市ラジオネームオセロヘア世代さん、たまの休日ごっつえ天気やったので散歩がてら公園に行ったら、滑り台があったので勢いよく滑り落ちたらケツやけどした。長崎県佐世保市、匿名希望公園でおっさんが泣きながら逆上がりの練習しとった。ラジオネーム枚方市のたまらんちさん、エレベーターでウーバーイーツのお兄さんと乗り合わせたおばあさん、その店どこにあるのと聞いていた。京都府京都市ラジオネームチャム&ミルさん、夜近所のスーパーに値引きの弁当を買いに行ったら、店員が半額のシール持っとった。後ろでおばはんが小声で、はよはらんかい言うとった。長崎県佐世保市、匿名希望いやいやいや、読んであげてあれでしょ、えらい少し前の七夕の時期、近所のスーパーに飾ってあった短冊に、誤解が解けますようにと書いてあった。匿名希望さんね、めっちゃセンスいいんですよそうなんですよ、本当にそうなんですよ、ちょっと飛び抜けてるよね、はい、あのいつだってやっぱりちょっと重箱の隅をつくというか、いやでも もうそこはもう当然やねんけど、やっぱ他の人とちょっとちゃうよね、やっぱちょっとレベル高いですよね、うん、だから他のラジオでもすぐ読まれますけど、ちょっと出せばやっぱセンスあるから、うん、なんでお前のファンやねんファンと言まあ本当に応援して、まあ、注意ですね。ヤンタンため息ためこのコナーでした、うん、はい、ということで、はいはいはい、いつもと順番がね、いつもとコーラの順番変わりましたから、はい、確かに、ね、順番変わったんですよ、たまにはいいですね、はい、こういうのたまには変化は、変化がやっぱりいいですね、出さないとね、そうですね、やっぱり今日はあのあれですよ、阪神がね、はい、まあ、まあ勝ちまして、はい、で何分押しでしたこれ、35分押しですね、なので、はい、12時5分までです、放送は、はい、12時5分ですよ、あと7分ちょっと、はいはい、そうですね、ね、はい、いやでもほんまにこんな時間からやってるっていう感覚がないんですよ、うん、いやいやいや、もうあのやっぱり長いですからね、やっぱりこれ、うん、うん、で今日は録音やってましたからね、その前にこの前ですね、実はそうですね、だから30
こっちは3時間喋っとんねん。はい。今日もお疲れだと思いますね。お疲れやし、まあね、その昨日もそうやったから。今日はこの前ももちろんだって。そうこの前はあの東京から帰ってきたんですよ。ああそうですね、うん。帰ってきてそれで一旦ホテルに入って、はい、それでそこからここへ来てるんですけどね。それ仮眠しようかな、まだ仮眠できへんよこんな。そうそう、したら危ないですね。そうやね、本当に、うん、起きたら5時ですね。そうやろ、うん、それぐらい寝てまうでこんなもん、うん、寝てしまう、うん、でちょうどあのやらなあかんからその前にね、その録音せなあかんから、はい、寝られへんがなそんなもん。そうですね、うん、本当にやっぱりこれ結構日本って大変ですよ。日本って大変ちょっとこんなにも自分の語彙力がないことにちょっと今、はい、いやだから日本って大変言うたらな、はい、俺何人やねん。違う、はい、すいません、日本って大変、ごめんなさい、そうですね、日本って大変、ちょっとあのすいません、ちょっと言葉があのちょっと発音が悪くてすいません、ちょっと今日調子悪いですね、今日調子悪いです、今日ね調子悪いです。全ての面に調子悪いな。いやこれからですから本当に、うん、もう緊張、その素人の集団、いやすいません、それはちょっと思い出さないでいただいてね、あのやっぱ素人の集団、はいはいはい、ね、いやいやもうここからもうこれとはもうね、これはこれでお仕事してやらせていただきましたけども、ね、お仕事してやらせていただきましたけども、うん、これからはちゃんと金賞で満堂として、もう本当に全国回らせて、もうすぐね、佐渡や、いろんなとこ行きますから、浅草演芸ホールもありますし、本当に皆さんのお力で何かお願いします本当に。もう佐渡から帰ってこんで。なんでですか、そんなこと言わないでくださいよ。いやでも佐渡の人がかわいそうです。あ、そうなんてこと言うんだよ。全国回らせていただきます、ね、日帰りはしませんけど、まあ、基本一泊二日でどう。先ほどの話になりますけども、はい、その無人島ってどの辺なんですか、和歌山の。和歌山の有田市のところ。有田です、それ。有田市有田やろ。有田市なの。有田市です。有田市、はい、有田じゃないの。有田市って言ってたような気がします、ね、いや有田市、有田市です。有田市有田市だな、はい、あれ有田市、あの有田駅とかとは違う有田、有田ね、うん、有田市です。あれ、あ、有田、俺あの有田は思ってたわ、和歌山はずっと、うん、綺麗な海です ね、めちゃくちゃ綺麗です。和歌山ってやっぱ、うん、綺麗です、いいな。有田市、これ大阪からどれぐらいで行けるんですか。大阪から車でまあ2時間あ、でもそんなもんで行けるんだ、はい、いやほんまやわ、有田市って書いてあるわ、へえ、すごく良かったです。綺麗なとこやな、海綺麗ですね。めっちゃ綺麗でした、うん、神社もおったりして楽しそう。いや怖そうやでこれ。あのね、無人島にね神社あったら怖いで。あ、まあ確かにそうですね。え、これここ自身は無人島じゃないんだね、これ有田市、あ、有田市の中の、無人島に行ってきたんですけど、で無人島のあのあれなの中にあれがあの神社、神社はなかったですよ。あ、よかったよかった。その無人島の神社ですね。神社ばっか見えるから怖いやんか、はいはい、誰か奥にいたはったらだから有田って言ったらみかんが美味しいところ。そうそう、やっぱそこなんですか。そうです、そうです。あれ有田みかんって言うやんけ、有田みかん、有田みかんなんて言わないもんね。あれ俺も有田みかんだと思った。有田みかんなんです、ね、有田みかんなの、知らんかった。本当は有田だ、有田、ほんまの有田な、有田ですね。でもなんかそれがだんだんと有田になったってこと、なんか有田っていう人もいるし、有田みかんって向こうの方言って、有田みかんやな、うちも有田みかんやと思ってました。じゃあ結構みんな有田市だと思ってんじゃないですかこれ、うん、まあ有田市だと思ってんだけど、有田市ですね、はい、へえ、うん、あー有田って書いてある、あ、でも有田になってる、 JR 有田って書いてある、 JR 有田駅ありそうですけど、すいませんねちょっと僕が言って、はい、申し訳ないです、はい、カンパス入れて。なんでお前カンパス。いや見つかった。ちょっと一応あの丁寧に言わなきゃいけない、 JR と JA は違うってことです、すいません失礼しました。まさか見つかると思いませんでした、失礼いたしました。お返しします。でもまあ有田、でもえもう有田みかんですもんね、普通に通称で。いやでも有田みかんでしょ。みかんもみかんなんじゃないですかね。え、何何、有田じゃみかんだと思うんですけど、有田みかんやって、多分分かんないです、ですね、有田みかんだったら知ってますけど、どうなんだろう。いやいや、まだ、まあ有田の、はい、有田のみかんやから有田みかんなんやろ、うん、俺らが間違ってたやろな。有田焼きは別ですよね、有田焼きは、ね、あれは違う、有田焼きは違う、ここと違う。有田焼きはまた別九州とかじゃないですか。そうですよね、だから有田焼きがあるから有田みかんと思ってまうねんな。もう、あ、これはもう一つ、え、ちょっと止めて、勉強になりましたね。今インターネットで有田みかんの話
でもアリーダって書いてあるのアリーダなのか、なんかアリーターなのか、でもアリーダの人が聞いたはんねやったら分かるけどね。そうですね、和歌山の人が、ね、アリーダーみかんですね。え、なになに、一応ウィキペディアではアリーダーみかん。じゃあやっぱアリーダーみかん、アリーダーみかんや。ほんま勉強になりました。いや勉強になっても気持ち悪いわ。そうですね、なんかずっとアリタ言ってたのにやな。なあ、アリタやんな、みんなちゃうなあ、西畑の誰も目が合わないですよ。え、あれ意外と関して誰も情報が入ってこない。え、まあ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 、あれ、まあまあまあ、え、もしアリタだと思ってたんですか、皆さん。いや思ってたんや、アリタやろ。まあまあごめんなさい、こんなしつこく言うて。そこにあんねんな、無人島。ぜひ皆さん無人島行ってみてください。いや行ってみたい、結構楽しい。4端でね、みんなでサバイバルしたりしたら楽しそうじゃない。お前も来んねやろ。当たり前じゃないですか、僕が一番頑張りますから。僕がなんか嫌だ、無人島に連れて行きたくない。ごめんなさい、ね、ごめん、想像の中で拒絶するのやめてくれる。まだいいじゃない、行こう行こうみたいな、本当に行かなくたっていいんだから。なんでそんな、なんかその時点で断るの俺。みんなで行こうって俺煮沸するよ、ちゃんと煮沸煮沸する、なんて煮沸する煮沸ちょーって言って、はい、飲み頃だよ飲み頃だよって、ほらみんな飲んでって言えるよ俺。火も起こせる、火も、火はちょっとあれできてるのよ、もできてるのよ、ね、あの器用な、器用なやつも呼んで、人に頼る、そうそうそう、誰呼ぶの、あできてる、ハッポくんみたいなやつができたくん、何でもできたくん、何でもできるんだよ、ほんとに。いやーでもちょっと行きたいな、それは。やんたんで、やんた旅行もね、しばらく行ってないですから。行こうやな。うん、あ、今あの万堂さんは、いや万堂さんはどうなの、忙しいから。忙しくないよ、開けるよ。大丈夫、開けるよ、全然開けるよ。いやいや逆に、あ、焦る焦る、やめるやめる、もう本当に行く、だってこの時間だったら会うからね。行こうよね、行きたいよね。あ、行きたいです、行きたいです、行きたいよな。はい、いや、しょうじゃなくて、なんで僕の目チラッと見るんですか。あ、福井県事務所の人と仲良くてですね、福井にぜひヤンタンの皆さん来てくださいっていう話とかもよくするんで。いや無人島あんの、そこ無人島はないんですよ、無人島限定でね。いや無人島の話やんか、さっき無人島からオンエアとかできるんですよね。いやいや、できます、電波あります、電波ありました。裸で動くのやろ。それはあのアナウンサー室的な NG かもしれないです。でもラジオだと分かんない。あ、そうですか、分からへんの、うん、言い方は表現変わります。だからみんな、うん、みんな裸やな言いながら、そうそうそう、確かに、うわすごいよ、負け深いなとか言いながら、楽しそう、やだ、負け深いは嫌ですよ。それはいいですね、ちょっと実現させたいです。そんな日があったらね。いやいやね、ほんまに、なんで僕のことチラッと見るんですか。じゃ呼んでくださいよ、僕も嫌ですよ、僕一人だけここからなんか一人だけ、あ、中なんかね、中継でつなぐみたいな、たまに。いやいや、もう今日はちょっとね、まあ押してスタートしましたんで、はい、最後まで聞いていただきましたけど、まあ有田みかんっていうのが分かって、ね、そうですね、これが分かっただけでも本当に、はい、よかったですよね。私奥手つるべと磯手万斗と田口真理と藤林敦子でお送りしました。万斗じゃないですか、島じゃないですか。